まあもういいか。おお。まあ環境破壊って言ってもね、サボテンってそもそも環境整備してるところには生えないと思うから。セーフセーフ。はい、ここです。サーチ。多分電源装置がありそう。絶対あるよな。スナイパー？武器が設置されてる。うん、ここ敵ばらけてる。サボテンだ。あれでも。うん？警報らしいものないけど。敵グループを発見。ほう。あともう一人。ああ、監視と。ターゲット排除。敵グループが見える。いた。ああ。あんな見やすいとこにスナイパー。あ、いた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 。俺は近い敵を倒してるから、遠方の敵をよろしく。うん。ヘリ来てるよ。ヘリ来てる？本当だ。どこのヘリだ？ユニダット。ユニダット。お仕事ご苦労さんです。まあ。難易度マックスだしな、それなりにいるだろうな。そっか、あ、1番をお願いしたい、うん、俺はお願いしたい。俺は2番をやるわ。お願いしたい。下から撃つのつらいな。丘の方に移動したらどうだ。仕事しすぎなユニダット。いや、オッケー、ナイス。そうだよ、ユニダット仕事しすぎだよな。ブラック企業。ブラック。ヘリダット。ヘリダット永遠に言い続けられる。カルテルが離れた拠点に物資を補給するよう輸送機に給油してる。反乱軍のために物資を確保してもいいな。飛行機を味方の飛行場まで飛ばすだけだ。ここに武器ケースがあるぞ。いいな。ゲット。使えそうだ。だってユニダットをね。警戒度を高くしたら臨時の兵士がバンバン来るから。うん、絶対ブラック。給料も大したことなさそうだね。お盆休みもなさそうだもん。よし、じゃあ次は、ああ、ちょうどサイドミッションの場所が分かったからさ、SR1 っていうスナイパーを回収する場所にヘリコプターもあるから、ここはステルスで行こう。 OK。 スポーツカーあるよ。ボコボコになる未来が。大丈夫大丈夫、エンコはボコボコになんない。ほう、よっしゃ。ああ大丈夫大丈夫、腹は吸ってそうだけど。よしよしよし。おお、あ、暗いな。ビジョンつけないと暗いな。ん、そんな暗い？結構暗い。かっこいい。あ、俺明るさめっちゃ上げてるから。こんななんか殺風景な円弧だとスピード感があんまり分かんないんだけど。ほんとね、これあんま行きすぎると急に湧くやつだ。そうだね。この辺に止めとくか。車の場所アイコンつけとこう。あ、つけれない。あ、この辺。よし。これは何、鎌倉？塩じゃねえ。あ、塩か、塩か。何が鎌倉？そうだ、これエンコだ。敵グループが見える。うん、これで全員。フレア、今度はじゃあ僕がフレアをたこう。わらわら、うん、そうだね、ちょっと遠くの方を向かせたいから。こんぐらいでどうさ。全然遠くに行かなかったな。シミュレーターを投げる。パシュー。
あれ副官もいるもしかして。ん？ん？このびっくりマーク副官？それとも資料？じゃない、違う物で。オッケー。潮の塊の方に接近しつつあるなら俺は、うん、ヨード投げすぎちゃう。いや、これでこれ全員集まったところにフラグ投げたらもう、ああ余裕じゃねみたいな。それなら迫撃呼んじゃうけどね。あ、もういいじゃんそれで。あ、迫撃呼んじゃうわ。じゃあオッケー、大体集まってる。オッケーオッケー。はい、花火を。間接照準射撃を要請した。了解。迫撃。お手並み拝見。ボーン。ファイヤー倒せ。セファーから。オッケー。はい、なんか降伏した敵とかいたけど、悪いけど降伏するのが遅かった。遅かったな。この爆風じゃねえ。両手を上げたか片手を上げたかも分かんないから。で、これが SR ね。こんなのが欲しかった。強いのかね。どうだろう、武器確認。あとはなんか血ついちゃってるけど、ヘリ回収。俺が操縦する。強くはね。これ回収下がっちゃう。回収地点2キロ。あ、すぐそこ。うん。塩だらけで、とにかく水分がなくて湿気もなくて、こういう塩だけの塊の湖とサボテン満載の地帯になってるっていうのが、うん、この地方。あのさ、最近ね、最近ね、ヘリをさ止めてさ、なんか他の乗り物吹っ飛んだり、乗ってたヘリが吹っ飛んだり、なんか変な現象があるんだよね。うん、本当に。なんなんだ。ひどいバグ。ヘリから降りろ。おさて、じゃあこれ A 地点の、あ、 A 地点飛行機医療品あるわ。と武器もある。スポーツカー、このヘリ行った方が早くね。スポーツカー置いてきちゃった。いや、車、この距離なら車の方が早いんじゃないかな、ヘリより。パック語りに乗り物、普通の車。乗り物を用意したぞ。この円弧なんて障害物ないのに、なんでそんな遠くに。なんか円弧だからさ、もうちょっと水があればさ、ウユニ円弧みたいな空の景色が湖に反射して絶景になるとか、そういうのを期待したいんだけど、このひび割れ模様だと、うん、絶対に無理だな。うん、なんか微妙な距離感がなんか変になりそう。花火ある。花火あるだと。え、花火って、花火があると申したが、スルーしちゃったかも。南の方向は多分スルーしちゃったかも。我々は花火より情報が欲しいから、それ花火だらね、各自何度でも呼べるから。あ、陽動グレネード使い切ったなった。俺まだフレアある。お、じゃあこれでまたさっきと同じ用法で。飛行機の隣、どうしようかな。あ、待って、倒すな。ここだな。いや、効率。気をつけろ。花火って爆弾のことですかい。花火ってのは爆弾のことではないと思うけど、我々にとっての爆弾、うん、花火ってのは迫撃砲のことです。こっち、みんな来るかな、すぐに。みんな見てるからさ、後ろから倒していけばいいんじゃない。フレアの方。そうっすか。フレア追加。なるほど、了解です。貫通キルできなかった。この砂貫通力ねえな。待て、武器ケースがあるぞ。D
て後ろから削っていこうね。足首危ない。 OK、 ライト邪魔くさい。 OK、 あったね。スイッチ押したら街が爆発するやつが。おーし、なんかさ、ここ全然明るくなんないんだけど。あ、やっと明るくなってきた。回収スナイパーライフルストック。これそろそろ HDI につく。カスタマイズない。はい。HDI が一番強いのか今。HDI そもそもカスタマイズ要素もあんまりないね。あらば。ボーマー、フォアニを通る商品すべてを管理しているトラック倉庫の情報を掴んだ。よくやったわ。そんな威力の爆弾が。どうする？潰しに行くか。一つ潰しても別の場所に移されるだけ。すべての輸送経路を把握する必要があるわ。でもその倉庫はコアリの密輸網全体を把握する鍵になる。ルートや行き先、商品のリスト、すべてよ。倉庫に忍び込んで資料をコピーしましょう。それで必要なものは揃う。私たち。私も気持ちは一緒よ。ダメ？私たち。ボマは命令する側だけど。なんか後ろからヘリ来てるよ。あ、あれ。おいおいおい、後ろ見ろ後ろ。あれ、町には被害はない。物資だ。待って、物資。あ、マジ。スピード上げてる。追っかけようか。 SUV ピック。反乱軍に乗り物を頼んだ。遠いんじゃ。偏差射撃くっそ難しい。後ろの基準についちゃって。うん、だいぶ遠く行っちゃったな。いっか、いるようなやつ取るか。あ、リードの飛行機免許。え、リードって飛行機免許持ってんの。うん、6.5 キロ遠。あ、新しいエリアか。まあ異常に遠いわけでもないし、しゃあない。行っちゃおう。メディアルナ、あのメディアルナ、うん、そう、あの北のね地方に難易度変えてない場所が 2箇所あるんだよね。そこ何なのか分かんないんだけど。ああ、これ湖だったら綺麗でしたね。そうだね、もう乾燥しきったただの塩の塊みたいなもんだからね、この水。いや、ここの花火のスイッチがマジ爆発するやつだ。マジで？我々マジは爆破したくないな。敵がいるなら大歓迎だけど。いや、敵にも見つからないし何の被害もないから。とあ、被害ないんだ。相変わらずこっちの乗り物の運転は難しいな。なんか見つかりかけてるし、やめてやめてやめて。ほい、滑走路通りに着陸した試しがないけど。よし、よし、ここに飛行機置いといて場所を教えよう。よし、よし。リリアルナに入っちゃったけど、なんかここ渓谷に囲まれた場所とのことだけど。うん、本当の。まあ無視で、コアニってさ、ファストトラベルできる地点がアルファ以外見当たらないんだけど。本当の。まあアルファ行こうか。じゃあ、しゃあない。マジ爆破しようぜ。今ヘリあったからそれで行けばよかったのに。あ、マジでヘリあった？あったよ。まあ、こっちにはバイクがあるから。クソ遠い。いや、それにまだちょっとね武器がちらほらあるから。あ、マクミランさん、わら、何のためにわら。街爆破しようか。これから毎日街を爆破しようぜ。タウンデストロイヤー。デストロイヤー。タウンデストロイヤー。
危ない危ない危ない、交通事故。おお、なんだなんだなんだ、おなんか打ち上がってる、打ち上がってるっていうか爆発してる。何のためにあれユニだったやんけ。マップ見てくださいな。マップ、我々は今武器回収に夢中なんだけども。ウィン、あれ、あユニダットじゃんここ。マジか、めんどくさ。なんか今後来そうな気がするなここ。じゃあストーリー行こう。カルテルに協力している航空管制官に関する情報がある。こっち、奴を捕まえてリードのやっていることについて聞き出して。あーリードくんなんか航空関係になんか関わりあるらしいから、管制官捕まえてお話したい。ほう、尋問だ。おお。ストップ。管制塔の中にいるね。ほう。ヘリ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 。ヘリ？伏せて伏せて伏せて。この円弧の上で伏せてバレバレだよね。大丈夫大丈夫。塩と言ったよ。管制塔の周りだけ。あ、電波障害。めんどくさ。本当に。おお、久々の電波障害。バレないようにね。もうね、近くこっちいるね。新たな敵を発見。ちょっと双眼鏡で。うん。あ、いたいたいた。3人目を発見。もう一人この中？いた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 。あそっちどう。そんなに結構ざるそうだと思ったら侵入経路がない。こっちは2人やっちゃうわ。あちょっと、お武器が設置されてる。おっと、あ5人目のターゲットだ。2人か3人か、めんどくせえ。用心してな。うん、オッケー。おっと、こっちはオッケーだわ。大丈夫。あ、まだいるの。いた。一人、おナイス。キル確定。オッケー。あの頭一発でいいと思うよ。いや数発ってよく長弾してバレてるんじゃない。あ、それはあるかも。EMP どこ。あ、3人、あの3人まとめてやっちゃおうかな。それなら俺もまだもやあるよ。これ上。あ、上？上、じゃあ先に上やった方がいいでしょう。そうか。俺、上行くかな、じゃあ。お、3人きれいに並べ。ドラクエ、ドラクエ。オッケー。お前なんか爆弾撃った。車線上にドラム缶の後ろに。あ、まだ警戒状態だわ。おお、今のはトラブル。ちょっとドラム缶はびっくりしちゃう。あれすぐ警戒解いてるけど、今のは相当ラッキーなんじゃない。おお、広いなぁ。どこだ邪魔。本当な。あ、ここには警報があるぞ。警報あった。警報壊すわ。オッケー。多分これだけじゃないと思うけど。2人目のターゲットがいる。警報を切ってやった。なんで今の警報鳴らされなかったんだ。スナイパー。
あの奥のスナイパー面で。ああ。三人目の敵を確認。死体がバレそうな気がするがバレないのか、あそこはセーフなのか。セーフセーフ。セーフセーフ。ならこいつやっちゃおうかな。ジャマーもあったが。よし。こっからスナイパーは見えないわ。オッケー。死体見つかったね。お、サプレッサーは？特殊部隊？サフを。傭兵部隊だ。バレる。助けて、ここバレる。ちょっと、なこと言われてる。あ、警報あれ1個だったんだ。よし、どっくれだ。あれ、遠いな。邪魔あった。敵を仕留めた。オッケー。邪魔オフで、管制官移動してない。うん、なんだこれ。あ結構最初の方で乗ったやつじゃね。なんでこんなところに。さあ、ここはどうやって登るんだ。こっから。航空管制官を確認。行くぞ。管制官逃げればいいのに。何言ってんだ。いやいやいや、殴ったの。ゲジもしていいよ。頼むよ。何が目的だ。サンタブランカかユニだったか、何が欲しいんだ。ボストンリードと仕事をしてるのは分かってる。正直に話せ。分かった分かった、話すよ。奴の動きを知りたい。頻繁に行くのは。メディアルナだな。気をつけろ。ここからちょうど真東だ。茂みの中の飛行場によく運んでる。リードがバイヤーに会うときは、俺がネットワークでメディアルナのバイヤーにコードを送る。飛行場で直接会って取引するんだ。コードを教えろ。送るのに使う PC も見せるんだ。わかったわかった。はい、オッケー。メディアルナ。メッセージ送る。だからこのまんま上に行って。メッセージだよ。ハッキングカチャカチャターン撃つな。コードは送った。飛行場に向かおう。じゃあメディアルナまで陸路で行くのだ。いや、一機ぐらいなら燃料が入ってる飛行機があるはずだ。名案だな。攻撃されないし、バイヤーに手取られることもない。最近飛行審査を受けたやつは。メディアルナならさっき言っちゃったけど審査も受けてないけど。メダル。C4 小型飛行機を盗んでメディアルナに向かう。と待って、こっちの敵はやった方がいいと思う。1。あれか。おおおおいや、外したやべえと思ったら後ろのドラム缶が。いや、お前ドラム缶にどんだけピンポイントだってかの。おっとさてか、まあ敵も敵で、なんで飛行機の近くにドラム缶を置いちゃうかな。こいつやんないと。CODC4 くらい。 C4 設置した。全然飛んでねえけど。爆破準備できた。爆破準備完了。危ねえ。巻いてるだけじゃん。 C4 設置完了。え、あ、いや、おかしいだろ。
一番下の矢印っぽいとこから左下に行くとスイッチあるとコメントと越しておきます。